ムーラット・ボス・ポラスはドイツのプロレスラー、ハノーファー出身、WXW を主戦場とし、日本ではプロレスリングノアに参戦している。トルコ系のドイツ人であることから、コスチュームにトルコの国旗をデザインしていることもある。2002年、地元ドイツのハノーファートーナメントにて、プロレスラーデビューを果たす。その後、ドイツの団体である WXW を、 主戦場として活動。WSE ヨーロピアン王座、WXW タッグ王座、GSW ライト級王座などヨーロッパの団体のタイトルを多数体感。ヨーロッパ遠征中の日本の団体であるプロレスリングノアの選手とも対戦し、2004年には小川義成、2005年には塩崎剛と対戦し敗北。しかし、これが評価され、 2006年7月には WXW マットに遠征してきた杉浦隆の保持していた GHC ジュニアヘビー級王座へ挑戦するが敗戦した。これらの戦績から同年10月にアーレスなどの欧州で活動するレスラーたちと共にノアへ初参戦すると共に初来日を果たした。来日時にはベートアップしヘビー級レスラーとして参戦した。 2011年には再び来日を果たし、パジリが主催していたスマッシュに参戦している。身長の割に体重があり、いわゆるアンコ型の体型であるが、それから想像できないほど身軽で、空中技も使いこなす器用さを持つ。ありがとうございます。